ということで、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。すっぴんにカラコンで外で歩く女、大体ビッチ。なんかラファエル風になったね。すっぴんでカラコンつけて出歩く女、大体可愛いんで。可愛いけど抜けがある、はいはいはい、だらしないところがちょっとピッチなんで。ああそうなんですか。カラコンつけてればオッケーみたいな女性がいるんですよ。あそうなんですか。はい。え、ありがとうございます。ということで、うん、あの今日なんでカメラ回してるかと言いますと、うん、プスカーン、ニューバランスピューエルプリズム、はい、皆さんこっち見てください。ピューエル、これこちらみんな見てください。もうこいつ履いてます。ちょっと待って、ちょまだまだみんなあの誤解しないでほしいんだけど、まだコンクリートの上で走ってないから、いやどんだけ弾んでどんだけ進むかっていうのは動画でファーストリアクション撮りたかったから、まだ履いてないんで、はい、そういうなんかアイデアス取らないの。見てくださいこれ、めちゃめちゃかっこよくないですか。ニューバランスのアスリートたちがこうやってあのインスタで上がってるの見たことないですか。であれはあのカーボン入り、うんうん、これはそのカーボンが入ってないバージョンらしいんです。それはもうカーボン入ってるか入ってないかだけの違いなの。それは分かんない。あそれはあのこれからニューバランスのこのシューズを作ってる、はい、トップの、あシューズを作ってるのかな、ニューバランスの。それ分かんねえか。長く付き合いだろお前。そうだね。ニューバランスの酒井さんお呼びしてるんで、この靴について喋ってもらおうかなと思います。はい、はい、酒井さん、そんな呼び方ある？あ、ちょっといいですか。そんな呼び方ある？こんな雑な呼び方ある？皆さん刻んでいこうぜ。こんにちは。こんにちは、すいません、ありがとうございます。まずこのフューエルセルプリズムっていう商品なんですけど、売りは2つ。まず1つ目っていうのはこのフューエルセルっていうこの素材ですね、はい、軽量なのに反発する素材です、はい、まあ今よくあるカーボンだったりとか跳ねるとかっていうのあるんですけど、はい、まあそれってこうランナーを選ぶ可能性があるんですよね、はい、こういうランナーにはいいけどこういうランナーにはどうかなみたいな。でそれが一番あるのはサポート性の低さ。サポート性がしっかりしてないと、サポート性が欲しいっていうランナーもたくさんいらっしゃるんで、そのために、プリズムはここにメディアルポスト、硬めの素材を触ってもらうと、ここを触って柔らかくて、ここをやると硬い、ここが柔らかくて、はい、もう全然違いますね。これがいわゆる走ってる時の疲れてくると皆さん倒れ込むの、うん、ここをサポートするっていう役目、弾む靴でもしっかりサポートされてるっていうのが2つの一番大きなポイントです、はい、今周平からちょっとあったんですけど、うん、このフューエルの上に TC ってあるじゃないですか。 TC、はい、TC のカーボンを抜いたバージョンなのかっていう質問があったんですけど、素材的にはほぼ同じです。素材はほぼ一緒、ただ構造とかやっぱり違うので。まあそうですね、カーボン入れるにあたっては、はいね、基本的には同じベネフィットが考えられます。なるほど。でこれは走り始めたかとかってスピード速く走る必要ないってよく言われるんですけど、うんはい、実はそうは思ってなくて、やっぱりみんな走る、はい、速く走ると楽しい、うん、いやそれがちょっと疲れちゃうんですけどね、うん、なのでこういうシューズを履いてスピードを感じる感じで、うんうん、あ私走れてる、俺なんか走れんじゃんみたいな感じでテンションを上げて走ってもらう、うん、お二人みたいにちゃんと走れる方は普段のジョグとか、はい、でいいテンポであの走ってもらえるようになればなと思って開発しました。ありがとうございます。スタンディングオペレーションです今。見えるセミしかない。あセミしかない。ダッシュで行こうぜ。めちゃめちゃかっこよくないですか。いやこれはね、割とガチでかっこいい。いいよね。これワクワクするね。これワクワクする。これワクワクする。まあその酒井さんがさっき言ってた、うん、ワクワクして、うん、走っててテンションが上がっちゃうシューズ、うん。もうデザインからテンション上げに来てます。これさ指がさこうもう全然力入れなくてもこれ食い込むの分かる。うんうん。分かる。ブニョンブニョンみたいな、うん。これがめちゃめちゃ気持ちいい。さっきも言ったけどここは本当に硬いね。うん。歩いてるだけで、あ、ここでサポートされてるなっていうのは分かる。インニーがなくなる、うんうんうん、感じ、うん、これ俺とか、ヘンミちゃんとか、うん、走ってて分かる、こうなっちゃう人。あ、外にね。そう、うん、あれって外に流れてるようで、うん、膝が内に入ってるっていう証拠でもあるから、うん、内に膝入っちゃう人にとってはめちゃめちゃいいと思います、うんうん、でちょっと流し3本入れてきます。3本、はい、結構いくね。刻んでいこうぜ。ためだったら1本でいいはずなのに流し3本いかしてくれてもう完全にテンション上がってるよね。この顔ですよね。この顔、あー行きたいわみたいな。これ2本目だもん、もうすぐ行くから。あうん、フォームは綺麗ですね相変わらず。絶対3本置いて、絶対多くない3本。あーもう行きます、柔らかくなったもん。
めちゃくちゃ走るね、うん、いつもね、こうやってめちゃくちゃ走ります、彼は。嬉しそうです。ちょっと感動するなんか楽しくテンション上がるシューズっていうのが、うん、ちょっと分かるというか、うん、接地感覚が気持ちよすぎるね。前のやつはなんか違う、変わりある？前のやつも弾むなって思って、うん、推進力も生み出せるなって思ったんだけど、あのプロペルそれよりも上バージョンって感じ。簡単に言うと、うん、この弾み方とこの推進力だったらフルマラソンで本当に3時間切りを狙ってる人はこれでレースも出れると思う、うん、っていう感じかな。ちょっと履いてみる？履いてみたい、履いてみたい。履き入れいいね。履き入れいいよね、うん、めちゃくちゃいいわ。はあ。うん、なんか見ててもね、あ、弾んでるんだねっていう感じの足回りしてるの分かりますかね。本当に弾むんですよ。なんかナイキの、あのベイパーとかアルファとは違った弾み方ですね。これちょっと履いてみないと、履いた人にしか分かんないような感覚なんですけど。似合う？いや似合う、映えてる、映えてるけど靴下がナイキダッシュで行こうぜ。跳ねんね。跳ねるっしょ。いや、いや、うん、めちゃくちゃ跳ねる。あの嫌な傾斜がない。素晴らしいね、うん、これ草野さん好きなんじゃないかな。多分草野さんいいっすよこれ。あの草野先生ね、前のプロペル、俺がプロペル履いてた方も、うん、すごい気になってたみたいで。はいはいはい。なんかよりちょっとスピードチックになったというか。あ、そうだね、うん、ショートに行きやすい、はいはいはい、シューズではあると思いますので、うん、やっぱ何回も言ってるけど何よりかっこいいし。そうだね。やっぱ履き入れもいいし、はい、でクッション性あるから、はい、でもある程度の練習は全部できるんじゃないかなと、うん、短距離目線かなも、はい、思います。ということで、うん、まあ履いてみて、キュエルの反発クッション性最強すぎて、ほんといろんな用途に使えるなっていうのが今の素直な感想で、これのもっとバージョンアップしたレースバージョンがあったらいいなって思ってたら、これのカーボン入りがニューバランス出てるんですぶっちゃけアルファフライよりも気になってるシューズででも言ってたよね。そう、ずっと言ってて、うん、まあ、結構ねコメント欄もヨシキさん T シャツ履いてくださいってなったんですけど、はいはい、なんとニューバランスさんが嘘でしょ、いただきました。あー、やったよ。やってるね、はい、やってるわ、うん、これですらもう満足なのに、じゃあこれの感覚でレースにも出れるスピードのシューズがあるのっていう感じを、まあ、次回の動画でやっていこうと思ってるのでなんでちょっとそっちもね楽しみにしていてください。ということで今回はね、はい、いや素晴らしいシューズでした。はい、いや真面目な動画でした。ありがとうございました。こんな終わり方ある？ NHK みたいな。そうそう、次回最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。